はい、クリスマス完全無視というね、木村文乃さんのブレない夕食というのがファンの共感を呼んでるという記事が出てましたね。インスタグラムに、毎日のようにですね、美味しそうなですね、夕食をアップしてるそうなんですけども、クリスマスの時も、いつもと変わらずですね、汁物にご飯、そしてバランスの取れた食事を、アップしてたということで、メッセージも添えてんですね、クリスマス何それってね、イベントに惑わされない。これ、踏み飯クオリティというね、ことだそうなんですけども、それがね、ファンはすごくいいんじゃないかって感じになってるみたいですね。まあ言ってみれば合掌造りの家みたいな感じですかね。どういうことかって変わらないってね。あとね、ちなみにその家は、開けっぱなしの部屋みたいな感じなんでしょうね。どういうことかって窓はされないってね。ねずっちです。では、また。